りメッセージオンサタデーナイト、土曜日午後9時ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの時間が今晩もやってまいりました。1週間皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。これから1時間イエス・キリストがあなたの人生に素晴らしいことをしてくださることを期待しながらお届けしたいと思います。今晩の相手は井田明誠と木原純子です。よろしくお願いします。先週で I Believe in Miracle の私は奇跡を信じるの本のですね、証が全部ありまして、今日はその後最後にキャサリン・クルマンの何か鍵になるとかっていうのがあって、これを今日は見せたいと思って後で読みますけれども、これはすごくとってもいいところですね。これで一つの区切りがつきますので、ちょっと来週一回ですね、私たちは別の方に、パスタビューファーストビューティーがですね、ミッションファーストビューティーが来週はちょっとオペレーターがどうしても用事があってできませんので、来週はちょっと若手にバトンを渡して1回やってもらって1週間お休みいただいた後、再来週から全く新しい形でですね、なんか一新してラジオを届けたいと思っていますので、期待してほしいと思います。さて今日もお手紙をいただいて、メールをいただいております。静寂さんですね、本当にありがとうございます。ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの皆様こんばんは、静寂です。こんばんは。今日は癒しの集会に初めて参加させていただき、証の時はありがとうございました。ありがとうございました。静寂さんのお母さんが癒された時の証を、していただきました。非常にわかりやすく、そして本当になんかまさに神様が癒されたということがわかる、とても良い証でした。ありがとうございました。で今日は特に祈っていただいたわけでもないのに、仕事に戻ってみると若干優れずにいた私の体調が良くなっていてびっくりしています。感謝しますと。よかったですね。聖霊様があの場所にいらっしゃるので、キリストは満ちておられるので、そこに行くだけで本当に神様に触れられて元気になると、体や心が健やかになるというのは当然のことですね。で実は今日は癒しの集会があったんですけども、いわゆる体の癒しだけではなくて、聖書に出てくる悪霊出しというのがあるんですけども、その悪霊出しの働きというのが今日はちょっとありまして、ある方はびっくりしたかもしれませんけども、風邪をひいたら熱が出るみたいに、そのある見えない世界の霊的なもの、偶像と契約をすると悪霊が入ってきて、癒しを体験して奇跡を体験することがあるけど、その悪霊が人生を縛ってくると、その霊的なものから解放されないと、話題いろんなマイナスがこう生じるということが起こるんですね。で今日は何人かの方のその悪霊出しの祈りをちょっとしました。一人の方は明確に死の霊ですね、もう本当に自殺願望だって死の霊から解放されるということができましたし、もう一人も新しいのがはっきりとポイントが上がったので、遠くないうちに解放されるだろうと思います。でそういう意味にしてあったんですね。だから聖役さんが帰った後なんですけれども、非常に内容のある今日は集会だったように思っています。聖役さんも素晴らしい話をしてくださって、その後帰られたんですけれども、特に聖役さんに寄ったわけじゃないんですけども、聖役さんもその癒しの恵みを受けられて本当に良かったなというふうに思っています。純子さんも今日は癒しの集会におられて、そのあなたね祈りをされたんですけども、何か感想ありますか。はい、結構多くの人たちがなんかこうすごく否定的な施策になってしまったり、なんかこう死にたいなってずっとそこから抜け出せなかったり、でも一般的には心療内科に行ったり、こう本当にそういうことが多いと思うんですけれども、お薬で治らないそういう状況でも、本当に聖書にはそういったところをイエス様が治していく場面がたくさんあって、で今でも教会に来るときに治っていく、で実際来たときと帰っているときの顔が全然違ったので、最初なんかすごくきつそうに辛そうに来てきた人の笑顔が、そう普通じゃないいい笑顔、なんか本当に穏やかな、ものすごくいい笑顔になって帰っていってくださったのがすごく嬉しかったです。その方がもう今日は来てよかったっておっしゃってくださったので、本当に良かったなと思います。はい、はい、ですね、心療内科とか今すごく流行っていることはあるたくさんの方があります。医療的な処置はとても重要だし必要だと思いますが、その医療的な措置ではどうにもならない、あるいは限界があることがあります。でその場合に全部と言いませんが、あるものは間違いなくいわゆる霊的な問題ということに含まれることがあります。でこれは日本の医学ではそこを否定していますので対処されないんですが、はっきりその世界があります。何でもそれにしちゃいけません。きちんと医療を受ける必要があるんですが、そういう世界がきちっとこの教会に来ることによって、イエス・キリストのその皆そして福音の力によって本当に解放されて、
全く解放されて思想が新しくなる、思いが新しくなる、心が新しくなるということは実際起こるんですね。ぜひ、ね、教会にそういう問題が来てください。でこれは宗教するということは全く違います。目に見えないイエスキリストという方と出会いかかることですので、ぜひ来てほしいと思います。さてそれでは、ですね、静寂さんのリクエストがあります。リクエストは安らぎの歌11週のいつかきっといつかをお願いしますと、静寂よりと、ね、11週ということですから、まあ、ちょっと古いですけども、まあ、ちょっとですね、このこういう歌を、ね、なんかリクエストしたってなんかすごいなって思いますよね。きっといつかってどんな歌か知ってますか？聞き出したら分かるかも、ね、と思います。ね、なんかね、はい、こういうのちゃんと覚えててリクエストくださってありがとうございます、静寂さん、はい、本当に感謝します。それじゃあお願いします。はい、じゃあ今日オープニングに聴いていただく曲、作詞作曲だデイビッドさんで、ね、きっといつか、どうぞお聴きください。きっといつか空の上の天の国に行くために私は歌う、いつまでも愛の賛美を。Oh
きっといつかでした。ありがとうございます。さて、今日癒しの集会があったんですが、その直前にですね、なんか癒しの集会の教会の前で懐かしい方とお会いしたんですけど、その方がリクエストくださった、まあ、その曲をこの後流したいと思いますけれども、ミスターにファーストビューティーと、純子さんがお会いしたということなんですけれども、どんな感じでした？その時車のなんていうんですか、バックミラーに、あだと思って、 M さんね、 M さんと思って声をかけました。はい、久しぶりだったんですけど、うん、なんか、声をかけたのにすごい喜んでくださって。ああ、そうですか。お話になりました。はい、なんかお子さんがもうちょっと引っ越されるということで、今度一人になるんですよね。そう、本当にそんな風に言っておられたので、ね、ぜひね、ぜひ教会にも来てほしい、はい、ラジオいつも聞いてるってことですよね。はい、すごい嬉しいです、ね、M さん聞いてらっしゃいますか？本当にお待ちします。明日あなた M さんの大好きな君が生まれる前からを教会で歌いますので、はい、ぜひまた来て一緒に歌いましょう、ね、これからこの後ちょっと話した後に M さんのリクエストをね流したいと思っていますけれども、実は私は今日五島から帰ってきたんですね。純子さんもそうなんですけど、昨日から五島に行っていて、でまあ、いつもある方のうちに行って集会しておしまいなんですけども、今回はその前にちょっと、まあ、コンサートをできる場所を探したり、まあ、歴史博物館かな、はい、なんかちょっと五島の歴史が分かるところにあったので、そこに、まあ、入ってきてちょっと見学してきました。そしたらですね、その中に、まあ、伊能忠敬といって、まあ、日本史が好きな人は分かるんですけど、江戸時代に日本中を歩いて測量して日本地図を作って、それは現代の地図とも劣らないような素晴らしい、綺麗に海外線の入り込みとかも正確に書かれている日本地図を書いてあるんですけど、その方は五島にも来ていて、五島でもその作ったって話を書いてあったんですけど、前から伊能忠敬って知ってたんですね、私日本史が好きだったので。ところがなんと50歳になって彼は実はその藩家を、隠居した後、まあ江戸に出てきて勉強するんですけど、今までにやったことは何か疑問を持ってたら、西洋から学んだその天文学とか測量学を見て、これは今までやったことは間違いだと思って全部捨てるんですね、今までやったことを。50歳になってで本当にその西洋の天文学測量をきちっと学び出して、55歳の時にそれのまあ何て言いましょう、その道の一流というかトップというかなりまして、で自費で北海道に55歳になってから歩いて測量に行くわけです。でそのから日本中を歩き回って日本地図を完成させる。でそれは今に至るまでちょっと今見ても気を取らない素晴らしい日本地図を、あの江戸時代に歩いて測量しながら作ったという、で五島まで行ったということなんですね。でなんと55歳から70歳、50歳で隠居した後に50歳から勉強を始めて、5年間で学んだ後実際に歩いて地図を作ったという。あれ、ね、感動したんですよね。本当に希望、私はすごい感動して、私も55歳なんです、7月で56歳になりますけど、なんかであの頃の50歳ってのは今よりももっと意味が深い、大きいし、人生の寿命は今より短かったと思うんで、その55歳から71まで歩き続けた、まあ、歩いたから長生きしたのかもしれないけど、うん、歩いて測量して、しかも私は毎回この伊能忠敬の地図を知ってたので、この人はすごい派手な人じゃないけど、うん、まあ、あの日本の誇りっていうか、本当にこんな性格の地図を作って歩いて作って、で 今でも負けないぐらい素晴らしい地図なんですよね。それはすごいなと思ったんですけど、その方は五島にも行ったということと知っておいたんですけど、その50歳で隠居してから勉強したと、うん、今までの学問を捨てて新しく勉強を始めて、55歳で現実にその歩き始めて地図を作ったというね。しかも最初は自費だったという。でその実は五島にもドクターいるんですけど、その方もアフリカへの夢を持って長崎に来られて、今年仕事に行ったんですけど、なんかすごい感動しておられまして、まあ、明日その方がアフリカの方と一緒にアフリカの言葉で、長崎で一緒に踊りながら賛美してくださるので、ぜひあの聞きたいという方は来てほしいんですけども、非常に気を持ちました。あなたがもし50歳60歳70歳だったとしても、夢を持ってほしいと思うんですね、うん、今までのことにこだわらないで、今までのことを否定するってことじゃありません。今までのものを大切にすることはとっても大事ですが、ある場合にはそういうことに縛られないで、そういうことを横に置いて、そういうことを捨てて、本当に新しいイエス・キリストを信じた、あるいはキリストの命の前に入って、新しい闇に入っていくときに、神が計画したすごい扉、すごい人生が待っているということなんですよね。
まあ、それはすごく思いました。感動いたしました。ミッションファーストビューティーどうですか。いや感動しました、ね、ミッションファーストビューティーも、ね、同じ同世代確か50代ではなかったと思うんですが、ね、ぜひですね、皆さんですね、伊能忠敬は江戸時代に50歳から勉強して55歳から何日まで歩いて、うん、今も残っている素晴らしい人を作って五島にまで来たってことですね。あの場合そういう感動いたしましてありがとうございます。どうぞ M さん、ね、これからです。人生はこれから神様の祝福がありますので、あの明日お待ちしております。ぜひ一緒に教会に来て君が生まれる前から歌いたいと思いますね。今日は君が生まれる前からじゃなくて M さんのリクエストをおかけしたいと思います。その時どちらミッションで聞いたんですか。純子さん聞いたんですか。いや私じゃないですね。私でも。あ、じゃあもう一人別の人ですね。しおんさんか誰かですね。ね、M さんのリクエストをですねお届けしたいと思います。お願いします。はい、大いなる刈り取りという曲です。作詞作曲原田恵里子さんです。どうぞお聴きください。刈り取りっていう賛美でしたね、この曲純子さん覚えてました。いや、ね、私 M さんすごいですね。なんか覚えてるってとっても嬉しいです、はい、ね、M さんぜひ明日お会いしたいというふうに思います。さてそれではここで I believe in miracle 私は奇跡を信じる証が終わりまして21人の最後に、何が鍵となるのかとキャサリン・グルマンが、まあ、メッセージではないんですけれども書いていますのでそれを少しお読みしたいと思います。いよいよ最終回です。
わずかばかりの知識で熱意だけがやたらに多いというのはいつの場合でも迷惑な話ですと。面白いですね。わずかばかりの知識で熱意だけが多いと。そういったことが宗教に関する真理の分野に及ぶと実に目も当てられなくなります。面白いですね。また最近のことですが、ある人が故意から私の衝動画を油絵で描いてくださいました。絵を描いた当人には会心の策でしたが、たまたま私がその罪を開いているときに事務室に合わせた私たちのラジオのアナウンサーがそれを一目見るなり、静かな口調でこう感想を漏らしたのです。デイに溢れているのはわかるのですが、そしてがない。それとそっくり同じような見方を私はしばしば次のような人たちに対して抱きます。すなわち信仰に関してはなかなかのことを言い、真偽に、真偽というのは神の癒しですね、真偽に関する権威者と称する人たちとか、信仰による癒しのことなら何でも答えられると主張し、挙句の果てには神の与えてくださる見てから癒しを受けられずにいる人たちを裁くことまでするような人たちです。これはアメリカのことなんで、特に50年代のことなんで、まあ、そういうことがあったわけですね。私が伝道活動を始めた頃、神による癒しの分野で起こっていることを数多く見て、非常に心がかき乱されました。見た限りでは用いられる方法にはどうかと思われるものが多く、その賢明とは言えないやり方を目撃した私は嫌気がさしました。そのどれ一つ取ってみても聖霊の働きとか事実神の性質とはどうにも結びつかないものだったからです。癒しの集会から悲しげに疲れて割り切った体を引きずるように帰っていく病人を何度も見かけましたが、その人たちは要するに自分の信仰が足りないために癒されるのだと聞かされていたのです。この人たちのことで私の心は痛みました。というのは、日夜どれほど必死な思いで彼らがより多くの信仰を得ようと苦闘していたか、また自分たちの内側にあるものを洗いだらい取りだらいしては吟味し、神の癒しから受けることが神の癒しを癒しから受けることをから妨げているものを探し求めて虚しい努力を重ねたかを私はよく知っていたからです。そしてその人たちに敗北が避けられないのは、神を見上げるよりも知らず知らず自分自身に目を留めていたためであることも私には分かっていました。しかし何か決め手となるものはないのだろうか。私は幾度も自問しました。癒される人がおり、そうでない人たちもいるのはなぜか。ギリアデの入港はないものか。信仰というのは自分で作り出したり、自分のうちに徐々に完成することができるものでしょうか。道徳的にきちんとした立派な人であれば信仰は得るのでしょうか。また主に仕えるとか伝行を重ねることが信仰の与えられる条件でしょうか。神が約束されたのであれば、神は偽ることができないことを私は知っていました。また癒された人たちを実際にこの目で見ていたため、真理、神の癒しというものがあることはこの中で信じていました。それらの癒しは実際にあった正真正銘の癒しでしたが、何が鍵だったのでしょうか。人間側の必要以上の熱意の中に神の御手を見ることはできませんでした。かえって私が見たのは、癒しを受けられなくなったのはその人に信仰が欠けていたからだとし、何でもそのせいにしてしまう弊害です。私は内心打ちひしがれた思いになりました。私は神はどんなことでもお出来になることを信じていました。しかし霊に関わることについて全く無知なのか、あるいは霊的知識が欠けているために、誰にでも近づけるこの神聖で貴重なものを台無しにする人たちがいるのです。神の御言葉を読んでいた私は、神の力が現実のものであり、神にとって奇跡を起こすことなど別に問題でないことを確信していました。御言葉は現にあるのですし、約束は与えられているのではありませんか。神の御心の変わっていないことは確かであり、約束が取り消されていないことも明らかです。私は誰にも負けないくらい貪るように真理を得たいと願い、懸命に求めました。ある夕方、真理、神の癒しの集会が行われている大きなテントの中に足を踏み入れた時のことをよく覚えています。自分たちに信仰をかけているために神から遠ざけられているのだと頭ごなしに言われて、取り付く島もなく、ありありと失望の色を浮かべた人を何人も見ましたが、その顔が何週間も私の脳裏に焼き付いて離れませんでした。そうするとこれが憐れみに富み思い合いの深い神なのでしょうか。そのまま私は涙ながらに天を仰ぎ、こう叫んだのを覚えています。誰かが私の死を取っていきました。
どこに置いたのか私には分からないのです。自室に閉じこもった私は心を神に注ぎ出して泣き、真理を示してくださるように祈ったことを忘れはしません。幸い私の伝道活動の初め頃、貴重な霊的教訓を学んでいて、それが今私の助けとなりました。私の学んだ真理に至る唯一の道とは、誠心誠意真理に歩み寄り、主の祝福に満ちた御言葉によって主の臨在が現実となり、主の真理が分かるようになるということです。私は探求していて、自分には全然誤りがないなどとは一度思ったことがありません。独断的閉鎖的な考えの持ち主として求めていたのではなく、ただ日ごとに学び、精霊に導かれ、道しから教えていくことを切望し、人からではなく神からさらに深い霊的知識を受けたいと切に願っていたのです。心待ちにしていた私はようやく回答が与えられました。ある晩、私の行っていた連続集会で会衆に混じって座っていたとても感じのよい一人のクリスチャン夫人が立ち上がっていました。お話の前に昨晩の説教の途中起こった出来事を一言明かしてしたいのですが、私はうなずくと、その前夜語ったことを素早く思い浮かびました。その説教はこれといって変わったものではなく、聖霊なるお方に関する極めて簡単なメッセージでした。私はその話の要点をはっきり思い起こしました。父なる神は御台におられ、あらゆる良いものと全く賜物を与えになる方です。その右手におられる御子を通してイエス様ですね、私たちは救いと体の癒しを受けるのであり、この方にあって私たちの人生における全ての必要が満たされます。三密体のうち、この地上におられるのは聖霊だけで、この聖霊が道しと御子と共に働かれます。もしイエスご自身が地上におられるなら、行われるであろう御業をそっくりそのまま行うために聖霊はこの地上におられると言った内容でした。私はこの小柄な夫人の次のような証に耳を傾けました。あなたが説教の中で聖霊には復活の力があると言われたとき、神の力は私の体内に流れるのを感じました。病人の癒しに関しては一言も言われませんでしたが、私は自分の体を癒されるのをすぐさまはっきりと悟りました。それが自分によく分かりましたので、今日医者のところへ行き、私の癒しが確かであることを証明していただきたいのです。とすれば、聖霊が私への回答でした。この回答はあまりにも深遠であるため、いかなる人間もその深さと力の広がりを十分に推し量ることはできませんが、それでいて非常に簡単なことであるだけに、大半の人たちがそれを見過ごしにしているのです。私はその晩、癒しのために列を作ったりする必要もなく、ある人の肩書きや個性に癒しの効能があるのでわけでもなく、信仰を持てとがなり立てる必要もないことがよく分かりました。これが神が私に与えてくださった癒しの奉仕活動の始まりです。何百人もの人たちが会衆に混じって、ただ静かに座っているだけで、これといって目立つことは一切行わず、勧めや戒めすら行われずに癒されてきたという事実は、人によって不思議に感じられます。それというのは、建物の外で入り口の開くのを待っている間にも聖霊が臨在されるというだけで、病んだ体が癒されるほど御霊はあふれるばかりにいてくださるからです。私の立っている場所が聖なる地であるのを知って、履いていた靴を脱ぎたいと感じたことが何回となくありました。また私自身の体に聖霊の力が臨み、自分の足でかろうじて立っていたことという経験が幾度もあります。私の見ている前で聖霊の臨在が病んだ体を癒した例を挙げればキリがありません。御霊にすっかり明け渡している私には、まさにその体が癒されたこと、また病気、苦しみ、場合によってはその人たちの生活にあった罪自体が処理されたことなどが分かります。けれども、なぜどのように行われたのかは私には説明できません。私は最初から今日まではっきり二つのことを確信していました。第一、その起こっている出来事に私は全く関与していないということ。第二、これは伝道の神の超自然的な力であるということです。なぜとかどのようにという点は神にお任せすることで
私は満足しています。というのは、この2つの質問に対する答えが分かるとすれば、私は神ということになってしまうからです。神の偉大な愛、慈しみ、憐れみという光のうちに、聖霊は私の無価値なことや自己の無力さを明らかにされました。神の偉大さには圧倒されんばかりです。私は神の恵みによって救われた罪人にすぎません。力は神のものであり、栄光は神のものです。そして神はご自身の栄光を人と分かち合うということようなことは絶対になさいません。聖なる三位一体という概念が一旦使えますと、イデンは首をひねっていたことがはっきりしてきます。地なる神、子なる神、聖霊なる神は三位一体であり、共に共存し無限永遠なるお方です。この三つなるお方は創造の御業に等しく活動しておられて、どの方も欠くことはできません。この三つなるお方は一つの方として共に働かれますが、同時に各々は独自の機能を持っておられます。父なる神は創造と人間の贖いを計画し意図されたお方で、いわば最高位の上司に、当たります。子なる神は道しが永遠にわたって計画されたものをカルバリ十字架ですね、置いて備え勝ち取られました。そして神の永遠の計画の実現を可能とされたのです。私たちが召しからいただくものは全てどうしても御子イエス・キリストを通さなくてはなりません。私たちの信仰の中心に他ならぬ神の御子なるお方がおられるのはそのためです。私は祈るときイエスの名によって御子の御座のもとに行きます。御子の名によって来るのでなければ御子に聞いてあることはできません。一方、聖霊は三位一体の中で力を担当されます。イエスを死の中から蘇らせたのは聖霊の力でした。この同じ復活の力が今日私の肉体に流れ、癒しと清めを行うのです。要約すれば、私たちがイエスの名によって祈るとき、御子は御子によって人間の贖いのために代価がそっくり支払われ、御子のうちに人間のあらゆる必要に対する回答となることをご存知ですから、比類なき完全さと全い清さ、それにご自身より生まれた唯一の御子にある絶対の義を通して目を向けてくださるのです。神は御子による贖いの御業を高く評価され、御子を通して私の心に願いを起こさせてくださいます。そのように肉体に実際に癒しを行うのは聖霊の復活の力ですが、私たちが信仰によって御子を見上げるべきであることをイエスは明らかにしておられます。というのは、それらすべてが可能となるようにされたのは御子だからです。十字架あるからですね。信仰、信仰というこの定義しにくい問題について何冊もの本が書かれており、また多くの人によって語られていますが、突き詰めてみると私たちがこの主題に関して知るところはごくわずかです。信仰とは望んでいる事柄を自分のものとするような特質、あるいは力です。これが霊感された神の言葉を言おうとする信仰の定義に一番近いものです。これは測定したり容器の中に入れたりはできず、取り出して観察したり分析したりはできません。またはっきりと指し示してこれがそうだと明確に言えるものでもありません。信仰を正確に簡潔に説明しようとするのは、エネルギーというものを分かりやすく一言で定義しようとするのに似ています。物理学の領域では原子とはそれ自体一つの世界であって、この微小世界に秘められた対大的な潜在的なエネルギーは普通の人間の頭で考えようとすれば気が遠くなってしまうものなのです。これを定義しようとするのはとても無理な話です。霊の領域における信仰もそれと同じことが言えます。ただし信仰とは何なのか正確に定義することは容易ではないとはいえ、何が信仰でないかは私たちに分かります。このことで私たちはとかく信仰と推測を混同するという間違いを犯します。信仰と推測ですね、これを取り違えたりする誤りに陥らぬよう絶えず注意してなくてはなりません。この2つのものの間には途方もない隔たりがあるからです。例えば海岸に小石が1つ落ちていたというとします。海岸は小石以上のものですが、その小石が自分は海岸だと言い張るなら、大きな口を叩くのもいい加減にしないかと言われてしまうでしょう。独りよがりな考えに信頼感を少々、信用をひとつまみ、それに宗教的な独りよがりをたっぷり加えて惑わせる人たちが少なくありません。こういったいろいろ
成分に若干の信念を加え、例の世界の薬剤師よろしく、こねばして書きまで、すっかり出来上がったところで、信仰というレッテルを貼ります。この異質的なものを混ぜ合わせて出来上がったものは、信仰というよりも推測に近いような気がします。信仰とは信念以上のものであり、信頼感とか信用以上のものですが、とりわけ信仰とは決して自慢したりしないものです。もしそれが純粋な信仰、聖霊による信仰であるなら、決して神の御言葉に逆らうような動き方はせず、神の英知や御心に反した動く働きはしないものです。信仰が私の全存在の隅々に行き渡るのが感じられるあまり、自分の理解力や理性に頼っていたならば、決して行なかったようなことも、私はあえて言ったり行ったりしたことがたびたびあります。これが抵抗できないほどの力を持って、言葉と行動の一つ一つに流れ込むので、私は文字通り主の力強い働きに驚きながら立ち尽くしているのでした。一つだけはっきり言うことがあります。それは、神を抜きにしては、あなたにも私にも、どれほど混ぜたり組み合わせたりしようが、からし種ほどの聖書信仰すら作り出せる内容も特質もないということです。一つ分かりやすい考え方をしてみたいと思います。ある湖を渡ろうとするとき、ボート以外には渡る手段がない場合、ボートを手に入れようとするのが常識的なやり方です。向こう側を探す必要があるときに、湖の向こう側を探したりするのは馬鹿げた話で、ボートを手入れさえすれば向こうに渡るではありませんか。それでは、湖を渡らせてくれるような信仰はどこで手に入れるのでしょうか。この質問には実にはっきりとした答えがあります。信仰とは神の賜物、あるいは御霊の実です。それが賜物であれ実であれ、信仰の源というものは変わりはありません。信仰は神から来るのであり、神の賜物なのです。もし信仰の力がなければ、それは信仰ではありません。働きがあって動作が伴えないのは不合理であるように、信仰を持っていた結果は伴うことはありえません。私は信仰と呼ぶものがたかだか信頼程度のものである場合はよくありますが、それでも信頼しているのが主であるならば、これは行動と力の伴った信仰と言えます。主と主の約束を信頼して、いつの日にかは自分も救われ、罪が許されてキリストを受け入れることになるだろうという人はいます。また神は罪を許す力をお持ちだと信じられるまでに主を信頼している人がいますが、そういった人は救いに対する力に満ちた積極的な信仰が持てるようになって、初めて新しく生まれることができるのです。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から得たことではなく、神からの賜物です。恵みと信仰とは密接に結びついているため、これを切り離すことはできません。特に不思議なのは、私たちがどう考えてもそれにふさわしくないと思えるような時に信仰の分け与えられることはたびたびあるという事実です。が、信仰は手柄があるからといって生じるものではありません。人間は誰一人救いに値しないからです。わずかでも神の祝福を受けられるだけの取り柄のある人は一人もいません、いないからです。恵みと信仰という2つの、この2つが密接に結びつけている理由がそこにあります。救いのため罪人に分かち与えられる信仰は、ただ神の憐れみと恵みの結果であり、これは賜物です。肉体の癒しのため個人に分かち与えられる信仰は、信仰もやはりただ神の憐れみによるもので、神の計り知れぬ思いやりと恵みがあふれ流れた結果です。これも賜物です。あなたは信仰を求めて祈るではなく、主を求めるように、そうすれば信仰は伴ってきます。弟子たちと主がガリラヤ湖上にいたのは天気の良い日でした。穏やかな湖は何も立てず、空には一片の雲さえなかったのが、突如猛烈な暴風となりました。風は狂ったように吹きつけ、小舟はまさに転覆しそうになったため、弟子たちは身の危険を感じました。ついに余った彼らは眠っていたキリストを起こすと、主は少しも騒がず、ただ一言静かに尋ねました。あなた方の信仰はどこにあるのです。信仰はどこに行ってしまったのか、船に乗り込む前に岸に置き忘れたのか、小舟を漂っていた湖の深く沈んでしまったのか、それともあの嵐がさらっていったのでしょうか。
弟子たちの信仰は船の友のところで休んでいたのでした。その信仰は初めからずっとで彼らと共にあって、片時も離れることがありませんでした。主は彼らの信仰だったのです。が、嵐という現実は分けられても、主の臨在という事実を忘れた点で彼らは間違っていました。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。と言われたときイエスの耳にされたのがまさにこれです。そうするとあなたの信仰は、すなわち主ということは他になりません。私たちは自分の道理や抱えている境遇とか、自己の弱さや自分の体にある大きな、すいません、ちょっと自分の境遇や、すいません、私たちは自分の境遇や抱えている問題とか、自己の弱さや自分の体にある病気などに目を留めたりすると負けてしまいます。この世の中で自分自身の子に焦点を合わせるくらい確実に敗北の道につながるものはありません。嵐は私の首をひっくり返しそうになり、それがはっきり目に見えるようであっても、勝利に至る私の信仰が自分の手や足なり足よりも身近にあるという事実は一向に変わらないのです。誰であれ一点たりとも負ける必要はなく、信仰をかける必要もありません。キャーリー・リームズのように目を上げてイエスに目を留めるのです。主があなたを信仰であり、私たちの信仰です。探し求めなくてはならぬのは信仰ではなくイエスです。 あらゆる良きものと全きものとお与えになる方が私の信仰の創始者であり、探してある、あらゆる良きものと全きたものをお与えになる方が私の信仰の創始者であり完成者なのです。そのこと書いてあります。最後にキャサリン・グルーマンの私の信じていることって、彼が彼女が何を信じているのかを最後に書いてありますね。ちょっと順子さん読んでくれますか。はい、あ、一曲先にちょっとここで聞いていただきましょうかね。それから、また読んでみましょう。ここで一曲聞いていただきたいというふうに思います。はい、次に聞いていただく曲、神の戦い、作詞作曲山川さと子さんです。どうぞお聴きください。Thank you.
神の戦いでした。ちょっと私の信じていることっていうのをちょっと今読んでいてですね、とっても内容が深くてちょっとラジオ聞いてて難しいかなと思ったんですけれども、この私の信じていることも教理的なこと、神学的なことが入っていきますので、ちょっと、難しいかなと思って、三位一体のことをまず信じているということを言われた後に、まあ、そういうことを書いております。そして、ですからちょっと今日はそれから聖書の方ですね、開きたいと思っています。今日癒しの集会でもお話をしたんですけども、マタイの福音書の、17章、マタイの福音書の17章の、14節から21節までを純子さんに読んでいただきます。はい、彼らが群衆のところに来たとき、一人の人がイエスのそば近くに来て見舞いにひざまずいて言った。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりいたします。そこでその子を弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そしてイエスがその子をお叱りになると、悪霊は彼から出て行き、その子はその時から治った。その時弟子たちはそっとイエスのもとに来ていった。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。はい、その後に対しこの種のものは祈りと断食なければ出ていきませんとあるんですけれども、これはですね、転換の人が子がいて、でこの転換の子は全部というわけじゃない、この子の転換の場合は悪霊だったんですね。でそれでお父さんが弟子のところにこの悪霊を追い出してほしいというふうに来たんですけど、弟子たちはできなかった。実はこの時ですね、弟子たちはまあ少しは祈るんでしょうけど、議論してたりしてですね、結局できなかった。なんでできなかった、分析したりした。そしてイエス様は嘆かれて、あいつまで我慢しなきゃいけないんだと言った後に声を出す。その子を私のところに連れてきなさい。その転換の子、悪霊に使えている子を私のところに連れてきなさい。もしあなたは今日問題を抱えていたら、困難を抱えていたら、病気だったら、悪霊にやられていたら、それが純粋に病気であっても、どんなことであってもあなたは私のところに来なさい、キリストのところに連れてきなさいって言ったんですね。でキリストのところに、ね、そう言ってその子が来た時、イエス様はその悪霊を一発としたんですね。弟子たちはイエス様を見事に出されてすごいと思ったんですが、どうして自分たちに追い出せなかったなと思って、まあ人目を下げてこっそりと来てですね、どうして私に追い出せなかったんですかって、まあ、そっと聞いたわけですね。そしてイエス様が言ったのは、信仰は薄いからだって。でも薄いの反対は濃い、厚いですよね。髪の毛薄い、髪の毛濃い、あるいは、なんか薄い、このパン薄い、このパン分厚い、薄いの反対は厚いとか太いとか、あるいは濃いとかですね。ところが薄いからですって言った後に、じゃあ強くなるとか濃くなるとか言ってないんですね。こう言ったんですね。もっとことにあなたにつけます、からし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに打っておけば移るんですよと。あなた方にできないことはない、すごい言葉です。でからし種っていうのは、鼻でこうあんまり顔近づけて鼻息でぶっと出たら、その鼻息で飛んでしまって見えなくなってしまうぐらい小さなからし種、一つ一つは。でもそんな小さなからし種でもいい、薄いっていうんじゃなくて、薄いなきゃいけないから、薄いとからし種は質が違うんですね。でこのからし種の信仰と受けたという信仰で、神様が言葉をくださったらもう見えなくて、見えに見えなく違ってこともそうなったと信じる。また、言葉を与えられて癒されて言われたら、癒されてなくても癒されと信じて、それを感謝して癒しを感謝しまって、癒しをさらに祈るということなんですね。で今日すごく大事なことなんですけども、さっき言った悪霊出しの話でも本当にこう祈っていて、今日はちょっと無理しなくていいかなと思うときに、神様は今
今やりなさいって言われましたって、で私は全然違う人はその人も口に言ってなかったけど、あのこれ今日もう解放されてしまったんですね。で私がそのやった時にはっきりなんか今って言われたんで、もっぺん言ったらはっきりこういろんなことを通して分かったんですね。で解放されました。でこの時に本当に一つは、岸のところに来ると、もう一つは受けたと信じてこの山に登って動けば入ると言ったその言葉の通りになると信じるならそうなって言ったんですね。皆さんまずキリストのところに来てください。どんな問題でも解決できない問題ありません。イエス・キリストの十字架と復活で解決できないことなどこの地上には存在しません。必ず解決し勝利します。キリストのということ、そしてそのキリストを信じて、で告白するんですね。この方には何でもできない。そしてキリストでそんなによって神様をしてくださることを期待している。議論したり考えるんじゃなくて本当にこの方に感謝をして祈りながら礼を出したり断ち切ったりしていくときに本当に悪霊ですってか始まっていく。と同じようにあなたは本当にキリストのところに来てその問題とか全部あるのを本当に自分の罪を認めて告白して悔い改めたとき、本当に天国からその許しの力が来てすごい喜び満たされるし、ここでいう悪霊から来た人は聖に満たされたように聖で満たされて神の技と働きに満たされるんですね。ぜひこの機会に大丈夫と皆さんですね、本当にイエス様を信頼して聖様を信頼してイエス様を受け入れてみましょう。あなたの人生そこから確かに変わってまいります。愛する天皇様、今から祈ります。どうぞ聖様一人一人働いてください。今からお祈りします。ラジオの方について私に言ってください。天皇お父様、天皇お父様、私の心を開きます。私の心を開きます。イエス様が入ってきてください。入ってきてください。イエス様の十字架が私の罪の身代わりであったことを信じて受け入れます。イエス様が3日目に死に打ち勝って復活されたことを信じます。私と共に歩み癒し解放し天に至るまで祝福で満たして導いてください。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。祈られた方はね、確かにあなたの救いが始まったので、ぜひ明日礼拝に来て共にその救いを確かにしてほしいと思います。それじゃあ、もう一曲聴いてもらえるかな。あ、その前に宛名住所、ですね、アドレスを教えてください。はい、メールアドレスです。767jesus@gmail.com 767jesus@gmail.com までメールください。またお手紙もください。郵便番号852-8116長崎市平和町 5-6-2 階、長崎市平和町 5-6-2 階です。またお電話もください。市外局番0958433178 843-3178 です。はい、メールでお手紙をお便り回ってますのでね、どんどん来てほしいというふうに思います。続けてお祈りします。体の病気問題の解決などのためにね、主に祈りましょう。必ずイエス様を癒してくださいますから。天皇と様、今一人が自分が書いている問題、家族や友人たちが書いている問題を祈ります。体の病気、心の病、霊的な問題、あるいは経済的なこと、お仕事のこと、これからのこと、一つ一つのことに神の手を置き、神の導きと見殺しください。イエス・キリストの心と体を癒されよ。イエス・キリストの心と体を治れ。イエス・キリストの命ずる相続病、統合失調症、トレット障害、その命ずる癒されよ。全く様子を示し出します。主の愛をすぎます。主の愛をすぎます。恐れから完全に解放してください。御霊のところに自由があります。立法の枷を完全に断ち切る。私様、一切抜けられたり、グードレーガーグラグラの力を完全に断ち切る。生命出されよ、出されよ。分裂のところには解を与え、混乱のところに平和を与えてください。イエス様やって、イエス様やって。イエス様、お仕事を祝福します。学業を祝福します。人間関係を祝福します。家族を祝福します。あらゆる敵の力を縛り封じ上げてください。新しい道に踏み出そうとしている者を恐れずに大胆に踏み出し感謝をし求めていきなさい。もっと大胆に求めていきなさい。私は喜んで扉を開こうとしております。
イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。ぜひですね、先ほどお便りメールアドレス言っていただきましたけれども、どんどんお便りメールをいただければというふうに思います。もう一曲流したかったんですけど、ギリギリですかね。詩編121編これなら流せるかな。ちょっとしんどいですかね。詩編121編。じゃあちょっと聞いていただきながら、全部聞けないと思いますので、途中でビデオバックしますかもしれませんが、一番だけでも、一番というか一回ですけどね、聞いていただきましょう。はい、詩編121編、作詞作曲イスラエル辻郷さんです。どうぞお聞きください。ちょっとかからない、かからないです。あ、なんか準備ができないって、ちょっとすみません。ミッションファーストビューティーとの、ミスコンタクトがありましたので、できないようですので、来週約束しますので、ぜひまた聞いてほしいと思います。それじゃあ明日の礼拝案内を純子さんお願いしたいと思います。はい、明日7月12日の礼拝案内です。早朝礼拝、一番早い礼拝は朝6時から行っています。そして第1礼拝がこれは7時半からです。そして第2礼拝はメインの礼拝ですが、朝10時からです。そして朝どうしても来ることができなかった方は、午後も礼拝を行っています。午後の礼拝は2時からです。そして午後3時半からインターナショナルサービス、英語での礼拝ですけれども、通訳もありますので、どうぞいらっしゃってください。たくさん今フィリピン人の方が来ておられますし、フィリピン方以外の方も来られますので、もうぜひ外国人の方を触れたい方はおいてください。そして夜の礼拝は7時からです。そして日曜日どうしても来れなかった方も、月曜日の朝礼拝をしています。月曜礼拝は朝の10時10分からです。そして日曜日の7時半からの礼拝、10時からの礼拝、午後2時からの礼拝、3時半からの礼拝、月曜日の10時10分からの礼拝はすべてオンライン礼拝、生中継もしています。ホームページを開いていただいて、オンラインというところ、オンライン礼拝のところを左の上の方ですね、はい、入っていただくと、生中継で、お家でですね、どうしても来れない方、また、病床にあるような時にも、礼拝がお家で自宅でできますので、ぜひ見てください。そして水曜日の朝10時から婦人の祈祷会、そして、夜7時から教会祈祷会が行われています。また徹夜祈祷会が金曜日の夜10時から行われます。来週はですね、パトモスに行かれます。私たちの長女、今岐阜にいますけど、南西教メンバーの長女が行きますし、三男、いつもサンビリーダーをしているんですけども、彼も行きます。私も行きたいのでまだ諦めていませんが、いよいよ来週の火曜日からヨハネの黙示録を書かれたパトモス島にですね、うちの息子のポポヨハネも行きますけれども、ぜひ皆さんですね、そのことが目にもお祈りしたりすることがありますので、ぜひ教会に寄っていただければというふうに思います。ですね、今日は癒しの集会があって、本当に素晴らしい祝の時がありました。もう、医療的に無理だと思っても、人間的にはもう声越されないと思って、これは諦めてしまうことがあっても、教会に来てください。諦めることはありません。神がそこからあなたを救い、奇跡を行ってくださいます。ですからぜひ教会に来て、またこの番組を聞き続けて、主の勝利を受けてほしいと思います。そうそう、今日嬉しいことあった。ヒデさんが、今日は癒しの祝福に来られましてですね、ラジオの、リスナー第一号の宣伝者